はい、こんにちは。MP7 のお時間です。ブラックスクワット、チームデスマッチ、リベンジっていうね、マップで今回プレイしてます。このマップね、あんまり普段やらないんだけどね、まあ MP7 使って今遊んでるんでね、いろんなマップでプレイしていこうと思います。あんまね、実はこのマップそんなに好きではないんですよね。うわぁ、後ろから狙撃入ってしまったが、結構このマップ、なんか、距離が近すぎて、すごいカオスな感じになるけど、好きじゃなかったんで。あと結構一方的な展開になりやすいんでね。あまりプレイは控えていたんだけど、今回なんか。まあ、綺麗なんだけどね、このマップ。なんだろう、なんか、チームデスマッチなくて、フリーフォアオールとかあったらね、面白いのかもしれないけどね、このマップ。さあ、そんな感じで。最初の滑り出しはゆっくりだ。あんまり激しい戦闘は起きていないぞ。さあ、二人やって。まあ、ここのね、MP7 の攻略法はね、簡単で。まあ、見た通り相手の陣地に突っ込んでいくのが一番いいですね。まあ、リスポーン地点がね、結構近いんで、リスポーン地点のちょっと壁あたりで待ってるのが一番いいかな。ここも結構強い。うわぁ、ちょっと待った。マウスが。そう、あの辺でね、戦ってるのも結構いいんだけどね。おっと、まずこいつやって、横の。全然、私のキルにならない。いたぁ。はい、打ち負けんだかよ、この距離。アサルトライフルだからな、相手は。まあ、あとここね、ここ結構強いです。ここから、うわぁ、マジか。今んとこもね、結構いいんですよね。まあ、掃除で相手のリスポーン地点の、この建物でいう相手側の壁のところに張り付いて、うだうだやったり、時には突っ込んでね、こうやって。いや、気持ちいいね、これ。こういう感じで、戦っていくのがいいですね。あと、ここ。こういうとこから狙う。うわ、いっぱいいる。ちょっとやめよう。あー、そっちか。まあ、それぐらいしか、このマップではやることないんですよね。おっと、手前から。まあ、ここをね、この真ん中は制圧しておきたい。この真ん中ら辺でね、ぐるぐる回ってスコア稼ぎするのがいいんだけど、まあ、この感じだと相手があまり攻めてこないんで、パトロールしてますか。あんまりね、攻めてこないとね、ちょっときつくなってくるんだよね。サムのシーンなんですが。おっと、弾切れか。もうちょっと敵がガンガン中に入ってきてくれればやりやすいんだけど、おっと、ちょっと止まったぞ。なんとか回避した。で、左側にいるんで、おっと、グレネードで倒していく。さあ、カード。よーし。おっと、リロード中だ。G36 使ってる人結構多いよね。あれ強かったっけな、G36 って。おっと、手前。で、奥。登ったところ。うわぁ。M4 か。M4 強いんですよね。いや、きつい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 。あつか、引っかかって死んだし。あ、待てよ。ちょっと左。やっぱね、真ん中大事っすね。あ、ぶっちゃけ、サブマシンガンで真ん中にいるのもどうなのよっていう感じなんだけど。結構全体見てね、外側、この建物の外側、左の方か。あっちの方にもね、気を配ってやるといいですよ。まあ、LG 射撃でね、有利取れるんで。あ、なんとか倒した。あ、いいね。こういうの好き。したら、こうやって後ろから狙うみたいな。うわ、遠すぎて無理だ。あ、もう完全にバレてるんで。おぉ。
こう、サブマシンガンでね、やっぱ重要なのはね、スモーク貼る位置なんですよね。スモーク貼って、その中にね、突っ込んで、車線を遮ったりね、スモークの中を突っ込んで、敵陣に入ったりとか、ね、した方がいいです。さあ終盤入って相当余裕ができてるぞ。結構やっぱスモーク入る、張るとね、相手入ってこれないんだよな。うわ、めっちゃ来た。ずっともうリスポーン地点周辺に釘付けになってるね。この状況が続けば続くほどこっちに圧倒的にスコアが入ってくるんだよ。さあ、この時。さあ、こうやって入っていく。そう、こういうことができちゃう。スモークあると。うわ、本当に。これきついな。こうなるとめんどいんだよな。サブマシンガン使いとしてはちょっと遠すぎて戦えない。さあ、弾を抜いて。3人目行きたいが、きつい。どうしよう。もうちょっとなんか、個人的にはスコアを取りたいね。1取りたいで、やっぱね。さあ、グレ投げるけど、あんま手前の方には敵がいないんだよな。さあ、敵上がってこい。1人、2人、よし。で、ジャンプして打っていく。さあ、ヘッドショット出して、戻りながら打っていく。いいっすね。うわ、さすがに見られてるか。M4 にやられてしまう。まあ、でも、こんなもんかな。こんな、まあ、やることがね、少ないんでね。まあ、M の練習でいいかもしんないけど。ちょっとだれてくるね。さあ、外側で、一人倒していく。中入って。で、煙の中突っ込んでいく。後ろから撃っていくが、さすがにきついか。すげえな。本当にリスポーン地点でスナイプしてんだもんね。おっと、近距離は負けない。わあ、スナイプ。さあ、残り4キル。3。1人ぐらいやっておきたいが、いけるか。あ、終わってしまった。はい、そんな感じで MP7 で、なんてマップだっけ、ここ。リベンジか。やってみました。単純なマップなんでね、ここでサブマシンガン使うんだったら、今みたいな感じで、やっていくと。はい。なんとか1位は取れてますね。じゃあ次行きます。